ははいどうもこんにちは、えー、と今日は株の話と電気自動車のと雪道での立ち往生の話をしてみたいと思います。えー、とまずちょっとだけですけどあの株の話今この間買った ABEX が上がってますそれでこれで、えー、配当が10%近くあるんで、えー、値上がり率が10%を超えれば DV 売却で確実に 儲かるうータイミングに来ていますそれとあと J パワーですね J パワーの方は昨日は上がったんですけど今日は下がっちゃってますそれで、えー、これ、えー、まあ、買った値段よりは若干高いんですが今売っても多分手数料分ぐらいちょっと損が出るかもしれませんで、こういう場合ですね個人投資家が、えー、できる方法としては もしもしですよこれ決算決算最低でも決算までは持つつもりなんですが決算を、えー、決算をもし下がってしまった場合下がってしまった場合は、えー、そのまま持ち続けると、うん、だから何て言うんだろう今,今の時点で例えば10%ぐらい上がれば ここで利益確確定売りして確実に儲かったとで今の時点の読みが外れて、えー、今あんまり上がってないんですが読みがもし外れた場合はあの勝負を先送りすると決算まで先送りするとで決算の勝負で勝てればまあもちろんそれはそこで利食い売却して自分の勝ちとだから、えー、負けえー、と何て言うんだろう 負ける時に負ける時にっていうか値段が下がっている時に決済しなければそれは勝負に負けたことにならないと勝負に勝てるまで勝負を先送りすると少なくても今回その決算前と決算後と2回勝負ができるわけですそれで、えー、おそらくこのままでいくと1回目の勝負は先送りになるかもしれないちょっと分かんないですけどね、えー、できれば、えー 決算前の勝勝負で勝ってて利益売却ししを確定したいいと思いますもしそこで勝負に負けてしまったら決算まで勝負を持ち越してそうやっていくうちに,に、えー、あまあ半兆爆地のように二分の一の確率の勝負であれば、えーえーま、負けそうな時勝負しないということでだんだん勝率が上がっていくとこういうやり方をしています。自分はそういういやり方で ずっとやってきています。ただこれをプロの方ができるかっつったら先送りに限度があるのがプロです。でも私は素人なので先送りはいくらでもできるとあの現物の買いでしたらいくらでも先送りできるっていうやり方でやっています。えっ、ー、と次にあの電気自動車のね。 あの雪の中でと立ち往生しちゃったら投資ちゃうのかっていうのをこれを投資家目線で話してみたいと思いますこれ洒落じゃないですあの投資家っていうのは、えー、いろんなところで冷静に分析しなくちゃなんないんで、えー、そう投資家目線で分析してみたいと思いますまずだからガソリン自動車とね例えばガソリン自動車と、えー、電気自動車、えー、かあーと関越自動車場昨年の暮れ あったように2020年の暮れですね関越で自動車で上下線を合わせて2,000台を超えるような立ち往生事故っていうか事件というのがあったんですが大雪に立ち往生が起きてししままいましたでそれの時にガソリン自動車で行った方が投資の確率が少ないのか電気自動車でその雪道、ね、の立ち往生に遭遇した方が投資の確率が少ないのかっていうことを考えてみたいと思います。 でえー、まずねそもそもあの関越自動車上冬の雪道ですよね冬の長距離高速まずこ,のこういう状態は電気自動車は走っちゃダメですっていうのはあの効率が悪いんですよ長距離でまず効率が悪い高速であのエンジン車よりあの効率が悪いそして、えー、冬暖房効率が悪いのでさらに効率が悪くなるこの3つが重なってる えー、冬の関越の高速関越高速の長距離この3つが重なっている条件ではそもそも電気自動車で出かけちゃだめです環境面でも良くないし航、えーまあ、続距離の問題もあるから何かと危険が多いです。だからそそもそも 電気自動車で出かけちゃダメな条件なんですそれでそのせいかどうかわかんないですけどね2020年暮れの関越の立ち往生事故というかその中にも2000台の中に電気自動車は1台も含まれていなかったようでしたこれがね、えー、ああいう冬の雪道を走る人たちの常識なのかどうかわかんないですけどまあそれでただね 雪道、冬の高速、長距離、電気自動車走っちゃダメだって言っちゃうとここで話が終わっちゃうんで仮に走ってしまったら、そういう場合に遭遇してしまったらどういうことかという話をしてみたいと思いますまず遭遇する時点ですね、えー、同じ条件で比較しなくちゃなりません電気自動車、ガソリン車、同じ条件で比較しなければなりませんまずガソリン自動車、電気自動車は最後のエネルギー補給から 1>, 1時間後とします1時間後にいい運悪くねその状況に遭遇してしまったと雪の中で立ち往生してしまったと高速道路前の車がと止まってそれに続いてそのうちそこから脱出できなくなってしまったとそういうことにしますそうすると同じ1時間う冬の雪道高速を走った時点でもし電気自動車の残りエネルギー量が 50%だとします。半分残ってたとします。そしたらガソリンエンジン車は半分以上確実に残ってます。だからまあ、その時点で。うん、あのガソリンエンジン車の方が安全だということです。それで、えー、問題はその後。 暖房ですよね暖房を取らなければなりませんそれでエンジン車の場合エンジンの排熱で暖房を取りますそれで、えー、エンジン車の排熱ですからねエアコンスイッチは入れる必要がありませんあ,あのどっかのねあんまり車に詳しくない人だと思うんですけどエアコンスイッチを入れて えー、暖房をするって言っている人がいるんですよそれで計算している人がいますあんまりこれの人はね多分運転免許持ってないのかもしれないですまあそういう方も YouTuber の中にはいますだからそういう方の意見には注意してくださいエアコンスイッチ入れる必要はありません仮にエアコンスイッチを入れると燃料を倍近く消費してしまいますアイドリングと言いながらあのエンジン車でエアコンスイッチを入れると3馬力ぐらいの 力を使いますそれでその3馬力出すためにアクセルペダルを踏んでなくても実質アクセルペダルを踏んでる状態になります。アクセルを開けてると同じ状態にエンジンはコンピューターで制御されて出力を出します。つまりアイドリング状態じゃないんですよ。でそういう状態で倍燃料をあの本当のアイドリング燃費よりね倍近く燃料を食います。それで計算すると うんまあ、倍,倍近く燃料を送って要は半分,半分の時間しかあの暖房を取ることができない半分の時間でガス欠になってしまうという間違って計算になってしまいます。あのエアコンスイッチは入れないいでくださいそれで、ね、実際にね関越自動車道でもそうやってガス欠になった車はいないようですからおそらくねあのドライバーの冬道を走るドライバーの常識として。 エンジン車の暖房にエアコンスイッチを入れないっていうのは常識になっていると思います。ただね、あのユーチューバーの中にはあの運転免許を持ってない方とか、えー、なんていうのな、例えばまあ小学生中学生があその動画を作っている可能性もありますので、まあ出演している人がね大人だとしても、うん、まあ台本は小学生中学生が作っている可能性もあります。だからあのそういうね情報も出てくる可能性があると、そこまで。 考慮して、えー、吟味して、えー、見なければならないのがあのー、えあのこの YouTube っていう動画なんですよ。で私のについても同じです。あのこれが客観的事実なのかどうなのかうんちょっと裏付けを取るっていうかちょっと考えてみる必要はあると思います。はいそれで、えー、まあうーんまあ例えばですけどねガソリン車の残り燃料30リッターとします。それで、えー 電気自動車残り電気容量半約半分の30アンペアアワーとしますそれで、えー、エアコンですよねエアコンに、えー、電気自動車ヒートポンプ式エアコンを使った、えー、電気自動車の場合は1 k w ーぐらいしか使いませんそうするとまあ30時間ぐらいは持つかもしれませんよね、うん、ただ あのヒートポンプ式エアコンっていうのはあの家庭用のエアコンと同じですそれであの寒いとこで、えー、暖房を使った方ご存知だと思いますけどあの氷点下になる氷点下の朝方とかねエアコン暖房を使おうと思うとちょっと止まったりしますこれ何やってるかっていったら室外機が凍りついてしまったりあるいは雪の中でそれを使えば室外機が雪がかかる状態であれば室外機の外側が 凍りついててししままううとで風が入らなくなくってしまう熱交換ができなくなってしまうその状態を解決するために霜取り運転というのをやっているのが必要なのがあのヒートポンンプ式エアコンですこれがねあの冬の雪道関越の、まあ、通行止めになるほどの雪の中で、えー、ちゃんとした、ね、暖房を取れるか30時間ね続けて。 えー、暖房を取れるかどうかっていうのはちょっと疑問があります一方ねあのエンジン車の場合は、えーうん、エンジンの排熱を利用して、えー、1時間あたりだいたい 780cc ぐらいのガソリンを使うと言います言われていますそれで30リットルあればねあの40時間近く 40時間ぐらいかな分かんななんんんいいけどちょっと計算できますすいません40時間ぐらいあのなんていう,んだろう暖を取ることができると。で、ここの時点ではあのエンジン車の暖房を、暖房っていうかその時間の方が長いですよね。暖を取れる時間が長いと。それで次に、えーとえー、電気自動車、シートヒーターっていうのがついています。えー、エンジン車もついてるのがあります。そもそもね、このシートヒーターっていうのは、あの 革シートとかあ,ーちんちあの BMW とかの革シートとかあと私たまたま RX8 ってロータリーエンジンの車乗ってるんですけどこれもレーザーシートっていうのかなそれで革シートっていうのは座った瞬間ひんやりするんですよそれでそれを、うん、その乗った瞬間暖かい感じを出すためにシートヒーターっていうのは。 使われている場合が多いですよねあのエンジンも温まるまでは暖房が効かないのでだからあとオープンカーですねオープンカーなんかもシートヒーターついているようになりますだからそもそもねシートヒーターっていうのは寝るためにあの雪の中で閉じ込められて一晩二晩過ごすためにの暖房のために作られたものではないんですそもそも目的が違うとあの ひんやり感をなくすためあと電気自動車の場合にはそのヒートポンプ式エアコンを使った場合ですね、えー、もちろんあの乗った瞬間シートが冷たい感じがするっていうのもありますが素早いあの暖房効果を出すこそういう効果目的もありますが、えー、とヒートポンプ式暖房の場合には暖房能力がそもそも足りないとそれを補う っていう効果もあるんじゃないかあるいは設定温度を高くしてしまうとお電気効率が悪くなるので設定温度を低くしながら暖房効果を出すためにシートヒーターシートヒーターっていうのはあの消費電力が少ないんですよだいぶあの、うん、ヒートポンプ式エアコンと比べても、うん、消費電力が少ないとそれで暖房効果が あったかい感じはすするんですよだから、えー、そう冬の航続距離を伸ばすためにですねシートヒーターっていうのは採用されてる可能性があります。それでそもそもそれで寝るためのものではない寝たらどうなるかっつったらそれはあの、うん、シートヒーターがついてる車の、うん、説明書にありますけど末端神経に問題がある方はあの弱い 切り替えがある場合ですね。弱いであのシートヒーターを使ってくださいって書いてあります。つまりは末端神経に問題があるということは、あの熱くても熱く感じなくて、低温やけどしちゃう場合があるんですよ。それでまんまあ弱いって切り替えがあればこれ健常者でもあれですけど、寝た場合ですね。眠ってしまった場合、そこで。 一晩過ごす場合は、あんまりかんばしくないと思います。それは、まあ、弱にすれば大丈夫なのかもしれません。で、まあ、でも、あの低温、やけどの可能性はなくはないと思います。あの、寝てしまった場合ですね。もともとそういうように作ってないので、あの健常者の場合でも、うん、シートヒーターが強い場合、暑さを感じて、えー、スイッチを切ると。そういうことで、あの、あの、火傷をすることが防ぐということなんで。 えー、眠った状態、うん、で、あのー、それはあのそれで眠ってしまうことを勧めるものではないと思うんです危険はあると思いますただやる場合は弱でやればいいわけですそれで仮にね関越自,自動車道でシートヒーター弱で例えば毛布かなんかをかぶってね寝れば寝れると思うんですよ。で寝て次の朝どうなるかっ,つったら どうんまあ、誰でも想像つくと思いますけど窓ガラスとか雪とかこうこう凍りついてますワイパーも凍りついてます屋根の上にも雪があの積もりやすいですよねそもそも車ってねんでガラスはカチンカチンに凍ってます。もしかするとあのドアも、うん、室内暖房をあまりしなければドアのパッキンというかそこも凍りついてドアが開かない状態になっているかもしれません。窓ガラスも まあちょっと凍りついてパワーウィンドウも開くかかかどうか分かりませんうまあ仮にその状態でえ開通したとします車その高速道路立ち往生が解消しましたじゃあ走ってくださいっつった時にえそこでデフロスターを焚いてもあのなかなか電気自動車のデフロスターでその凍りついた雪が積もったフロントガラスを 溶かすことはできないと思います。仮にお湯などをかければ、フロントガラス割れる恐れもあります。まあ、そもそもドアが凍りついて外へ出れないかもしれません。で、周り見えません。真っ白で凍りついて、で、えー、どうなるかっつったら、高速道路、あの、なんちゅう立ち往生を解消しても、その車は止まったまんまです。結局、その車の後ろについた車も止まったまんまになってしまう可能性があります。だから。 シートヒーターだけでね一晩過ごすっていうことはうーんまあそれ自体は生命の危機には及ばないと思いますと投資はしませんただその後大きな問題が起きてしまう可能性が高いですでまあ雪道乗る方の常識としてね、えー、それは例えば電気自動車乗るのが初めてであってもシー エアコン暖房を十分に使わないまま一晩過ごすっていうことは次の朝どういうことになってるかっていうのは雪国の方であればあの最初から分かからっていいいるんじゃないかなと思いますそういうわけでねうあのエンジン車であればまあこれは室内例えば25度とかねそのぐらいの暖房温度かなり強力ですからあの排熱を利用したヒーターっていうのは強力ですのでそれぐらいは使うことができる。あとまあ テスラとかいうので、あの強力なあの暖房あるのもありますけどね。そういうのでやれば問題ないです。ただ、消費電力がものすごく大きいです。あの、多分一晩持たない可能性もありますよね。強い強いでやったらね。ただ25度一定レベルでずっといるんであれば。 最大の出力はいらないので、えー、その計算上最悪のことは起こらないと思いますけど効率が悪いとだからエンジン車よりははるかに早く、えー、電血っていうかねバッテリーが切れてしまうということですだからまあここまで考えると一つもねあの電気自動車のメリットはないんですよ。うん、だこれはあのあくまでね私の見方なんですけどこれただ 実験はしないいでくださいあと実験をしないでくださいっていう意味ではあのエンジン車の場合排気ガス中毒の恐れがあるという人がいます。でこれねこれはねちょっとあまり言いたくないんですよっていうのはこれを言ってちょっと誤解されると困るんですが、えー、一酸化炭素中毒の恐れがあるんです自動車の中に排気ガスが入るとね。ただ今の車の車一酸化炭素濃度 エンジンが正常な状態ならですよ。あの治し量まで達してないんですよ。あとね必ずあのうーんその排気ガスが車の中に入るとは限らないんです。車の中に排気ガスが入ってしまう場合はマフラーの出口が雪で覆われてる場合とかあるいは車の排気管の途中に穴が開いている場合に限られます。でしかもですねしかも エンジンの排気ガス浄化装置が正常に働いてない場合が多いです。あの死亡事故に至るのはね。ただその多軸庁に遭遇した時点でその車が、うん、排気ガス浄化装置が正常に働いているか働いていないかうまあ、それを割と簡単な点検でできる。 ですが絶対大丈夫だって保証はありません。それで寝ている間に故障がしないとも限らないし、うん、寝ている間にマフラーがあの雪で覆われてしまうとかそういうのもないとは言えません。ただ渋滞してで、ね、立ち往生って状況だとあの解雪、うん、の場合も。うん 他の車はそこにその現場にたどり着けませんでしたけど歩って救助隊みたいな歩きだかスノーボービルだかわかんないですけど何かでそこへ救助隊みたいな人が来て例えばガソリンを補給したりとか何かしてたんですが、えー、あれですねそのうんあれ、うんうん、だからマフラーが埋まってしまうような状況は、うん 少ななないいんじゃないかなそういう人たちがあのマフラーの周りの雪を、ね、撤去して、まあ、夜中はやらないでしょうけど昼間の間に、えー、注意を促したりあのそのマフラーの近くに雪があればそれを撤去したりとかそういうことをやってるんじゃないかなあと夜中にもしそのマフラーが埋まってしまうほど大雪が降ったらその救助隊の人がまあ 駆けつけけつてくれれるんじゃなないかなとこれは想像ですけどねだからあの必ずしもうーん今の車ね排出ガス規制の基準を見ただけでも一酸化炭素それが射出台に入って一酸化炭素に必ずしもなるというわけではないんですただこれをねあの拡大解釈されたり試されたりしたり困るんでこれはあまり言いたくないんです。で実際にねあの 一酸化炭素今の新しい車でも一酸化炭素中毒による事故は起きていますあのそれはうんうん起きているのは事実ですただそれはあの車が排気ガス浄化装置が正常に働いていなかった場合がほとんどではないかなと私は思っています新しい車ではちょっと一酸化炭素になるというのはあの濃度的に地市場の濃度的に 計算が合わないんじゃないかなっていうのが私の考えです。あくまでこれは、うん、私の考えですので試さないでください。はい、でまあうーんそういうことですね結局ね電気自動車一つも雪道に立ち往生に遭遇していいことはない気をつけてくださいっていう話ですまあそうなってもね何、まあ、そういう状況に追い,つい,追い込まれても多分周りのエンジン車の方の中エンジン車の方のところにね 助け求めに行けばいいんじゃないかな。その一緒に乗り込めば済むんじゃないかと思います。はい、そういうわけでね。あのやっぱり。うん、私のあ,あくまで結論ですけど、エンジン車の方がいいんじゃないかなと思います。はい、じゃ、以上です。